名古屋外国語大学、名古屋学芸大学キャンパスインビテーション。宇津木舞香がナビゲートしています、サンデーハッピーアワー。今月毎週日曜日のこの時間は、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学にお邪魔して、大学生、大学関係者に登場していただき、大学生活に迫っていく5分間です。名古屋外国語大学、名古屋学芸大学キャンパスインビテーション。今日は名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻の4年生、村松奈々穂さんにお話伺っていきます。村松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は授業終わってすぐに、ね、はい、駆けつけてくださったんですが、今受けてきた授業はどんな授業だったんですか？はい、さっきは子ども子育て支援ネットワークという授業を受けてきました。どんな内容なんですか？そうですね、現場に出ている先生の授業なので、現場の、子育て支援に関わるお母さんや先生方の生の声が聞ける授業です。保育園の先生が実際に教えに？そうですね、大学で研究をしている先生です。今日どんなお話が出ましたか？今日はですね、実際の話というより、今日は、採用試験のお勉強のお話が多くて、結構硬いけど重要なところじゃないですか？そうですね、硬くてちょっと眠くなっちゃうんですけど、すごく面白い先生で、面白おかしく話してくれるので、すごく起きてバッチリ覚えてきました。で、村松さんの専攻する、名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻、ここでは他にどんな授業があるんですかね？他にはですね、私が好きだったのは、福祉に関する授業です。授業では、児童養護施設に勤めていらっしゃった先生がいらっしゃって、そこでちょっと、なんだろう、支援が必要なお子さんのお話や、こう親と一緒に住めないけど、でもそこで保育者が代わりに、親の代わりになって子供を養護してるっていう姿を聞いて、すごく私もそうなりたいなって思い、楽しかったです。あ、そっちの方向を目指してらっしゃるんですか？そうですね、保育士と幼稚園教諭で迷った時に、やっぱり自分は福祉で人のために働きたいなと思ったので、働きたいところは保育園なんですけれども、児童福祉に関わる保育士になりたいなと思ってます。先生の、例えばどんな言葉だったり、どんなお話に一番心動かされたんですか？今でも印象に残ってるのが、子どもの行動や意図、行動には意図があるっていう言葉が印象に残っていて、なんか表面的にこう難しい言葉をかけられたりとか、ぷいってされたとしても、それには子どもの理由があるから、表面の言葉だけを受けて落ち込まないで、どうしてそうなるのかを考えるといいよと言われて、しみました。村松はなんかボランティアサークルもされてたんですか？はい、そうですね、私はハッピーライオンという子供に関わるボランティアサークルに入っていました。どんなことをするんですか？ハッピーライオンでは布芝居を子供たちの前ですることが活動のメインなのですが、他にも、障害児さんの通う施設にお邪魔させていただいて、お子さんと遊んだりしました。じゃあ実習なんかも今まで何度かもう体験というか経験されてきてるんですか？はい、実習もですね、今までで3回ほど経験させていただいて、先ほど言った先生の子どもの心を知るみたいな言葉も胸に刻みながら、はい、乗り越えました。実際でも行ってみるとどうでした？やっぱり子どもたち、勉強している姿と実際の姿とやっぱり違うので、一筋縄じゃいかないなと思いました。あのお話の中ではね、先生と出会って、その保育の中でも福祉の方面をちょっと考えていきたいということでしたが、村松さん、なぜヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻、ここ選ばれたんですかね？はい、私は高校生の時に、本を読んで、心理の本だったんですけれども、子どもの心は小さい時に、人格形成されるということを知って、その人格形成をされる小さなお子さんをこう健康に育てていきたいなと思って、この学部を選びました。
村松さんのような先生に出会いたいなってすでに思えてますよ。いいでもないです。そんなまあ夢に向かってやっている今とある活動があるんですよね、はい、来週その現場に直接お邪魔してお話を伺ってもいいでしょうか。もちろんです、はい、来週またよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は名古屋学芸大学ヒューマンケア学部子どもケア学科幼児保育専攻の4年生村松奈々穂さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のこの様子はキャンパスインビテーションの番組ブログや ZIPFM の YouTube チャンネルにアップをします。いずれも ZIPFM のウェブサイトトップ画面からアクセスできますのでぜひチェックしてください。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーション、来週もお楽しみに。